w i n d o w s 7で HPEasyStart を使用してワイヤレスネットワーク上に HP プリンターをセットアップする HP プリンターを箱から取り出したら Windows 7コンピューターから印刷できるように HPEasySmart を使用してセットアップする必要があります HP プラスとは革新的な印刷ハードウェアオプションのインスタントインクサービス専用の HP スマートアプリの機能を組み合わせて HP 純正インクを使用してシンプルかつシームレスで持続可能な印刷エクスペリエンスを提供する完全な印刷ソリューションです HP の標準プリンタは HP プラスのメリットを利用せずに動作しますがダイナミックセキュリティ機能はまだ搭載されておりファームウェアの更新により定期的に更新されることがありますこれらのプリンタは HP 純正のチップまたは 回路を使用するカートリッジのみを取り付けて使用するよう意図されています HP 製以外のチップや、改造されたまたは HP 製以外の電子回路を使用するカートリッジは機能しないか、途中で機能しなくなる可能性がありますこの動画では、HP プラスプリンタのセットアップを説明していきます HP の標準プリンタをお使いの場合、動画内の一部の映像は該当しない可能性があります HP スマートをインストールする前にプリンタを箱から出してセットアップポスターまたはポストカードを参照してくださいプリンタを正しくセットアップするには次の機材や情報をそろえます Windows7 を実行しプリンタを接続するワイヤレスネットワークに接続されているコンピュータ電源が入っていて準備完了状態の HP プリンタ有効なインターネット接続そして必要に応じて ワイヤレスネットワークのパスワードまたはキー。中、プリンタをセットアップして使用する際には、インターネットに接続された状態に保つ必要があります。Windows7 コンピュータでブラウザを開き、123.hp.com にアクセスします。ウェブページで、製品名の検索ボックスにお使いのプリンタモデルを入力し、リストから選択します。次へをクリックします。開いたウェブページで こちらをクリックして古いバージョンの Windows でのセットアップに関するページに移動しますブラウザウィンドウの左下に表示されるダウンロードした h p e y s スタートファイルを開きますセキュリティ警告が表示されたら実行をクリックします h p e y s スタートのインストールプロセスが開始されますようこそ画面が表示されたら利用規約を確認し 続行をククリックししして、て同意してから続行します HP ソフトウェアの改善のためにプリンタの使用状況データを共有するかどうかを選択します。共有は強制ではありません。はいまたはいいえをクリックして続行します。HPEasyStart はお使いのプリンタを自動的に探します。HPSmart は Windows コンピュータと同じネットワークに接続されているプリンタまたはセットアップモードのプリンタのみ検出します。 セッットアップモードはプリンタの電源を初めて入れたときに有効になり、2時間継続します。プリンタの電源を最初に入れてから2時間以上経過している場合は、プリンタのネットワーク設定をリセットしてください。タッチディスプレイのないプリンタの場合、キャンセルボタンを押してスリープモードからプリンタを復帰させます。ワイヤレスとキャンセルボタンを同時に5秒間長押しします。 タッチディスプレイ搭載のプリンタのネットワーク設定をリセットするには、下にスワイプして、コントロールパネルのダッシュボードを開きます。歯車のアイコンをタッチし、ネットワークのセットアップ、ネットワーク設定の復元の順にタッチします。プロンプトが表示されたら、はいをタッチします。プリンタがセットアップモードになったら、Windows7 コンピュータに戻ります。h p e a s y スタートアプリは、新しいプリンタを自動的に探します。プリンタが見つかると、 アプリはプリンタのセットアップ準備が完了していることを確認します続行をクリックしますワイヤレスネットワークにアクセスするために HPEasyStart から Wi-Fi パスワードを入力するよう求められます HPEasyStart によりプリンタをワイヤレスネットワークに接続するプロセスが開始されますセキュリティ上の理由からあなたがプリンタの近くにいることを確定する必要がありますタッチスクリーンがないプリンタではプリンタの情報ボタンを押します タッチスクリーン搭載のプリンタでは、ププププリリンンタタタディスプレイのチェッッククマークをタップしますプリンタがネットワークに接続されたら HPEasyStart に印刷サービスの接続画面が表示されます印刷およびクラウドサービスを提供するためにお使いのプリンタからデータが収集され HPEasyStart アプリと HP アカウントの同期が行われます続行をクリックします HP アカウントの登録ページが表示されます。情報を入力して、アカウントを作成をクリックし、新しい HP アカウントを作成します。HP アカウントをすでにお持ちの場合は、下にスクロールして、サインインを選択します。次のページで、メールアドレスとパスワードを入力して、サインインをクリックします。HP スマートがお使いの HP プラスプリンターを HP アカウントに登録します。HP プラスの特典を受け入れるかどうかは、 お客様の任意ですが、この動画では特典を受け入れた場合の手順を説明します。続行をクリックして、6ヶ月間の無料印刷特典を受け入れ、印刷プランに登録します。ご希望のプランを選択してから、配送先住所とお支払い方法の詳細を入力します。以上で、HP プラスサブスクリプションが完了しました。続行をクリックします。HPEASY START がプリンタドライバーをインストールします。 HP ソフトウェアとドライバの完全オプションまたは基本ドライバのオプションのどちらをインストールするかを選択します。続行をクリックします。HPEasySmart がインストールを完了した後、プリンタにログインする必要があります。プリンタのパスワードはプリンタの正面ドアの内側、PIN という単語の横に記載されています。パスワードフィールドにパスワードを入力し、 ok をクリックします。セットアップが完了したら完了をクリックします。これで windows7 コンピュータから印刷を開始する準備が整いました。